特固有多項式によって何か出てくるかというと、この A 行列の固有値というのが定義されます。これは教科書111ページですね。で、A を N 次行、正方行列として、この φAX を A の固有多項式とします。この時に、この φAX の根を A の、行列 A の固有値と呼びます。で、ここでその疑問として上がってくるのはですね、行列 A は必ず固有値を持つのかということ。持つのとしたら何個持つのかっていうことが、まあ、数学的には非常に関心があるわけですね。大体数学は何とかが、何とかを定義するときに、そもそもその何とかっていうのは存在するか否かっていうことから検討しますので、まず固有値というのを定義した場合には、じゃあ固有値というのは存在するんですかと。存在するのは何個存在するんですかっていうのが、まあ、数学としてやる上では非常に大事な話であります。で、この話は言い換えますと、この A の固有多項式というのは N 次の多項式でした、多項式でしたので、まあ、N 次の多項式もしくは代数方程式は何個の根を持つかということが問題になるわけです。で、これに対しては代数学でですね、代数学の基本定理という定義がありまして、まあ、それによって分かります。これが一応代数学の基本定理ということで、教科書では111ページの定理 4.2 にありますが、次のような定理です。まあ、A0 から AN は複素数としまして、A0 は0でないとします。で、この時に FX としてこういう N 次の多項式を定義しますと、この FX というのは少なくとも1個の複素数の項を持つということが知られています。で、少なくとも1個の複素数の項を持つということから、実はこの FX はですね、重複も込めてちょうど N 個の複素数の項を持つということが知られています。で、ここでちょっと注意点としては、この重複を込めてっていうのは数学や時々出てくるんですけども、これは係重根ですね、等しい根が何個か複数存在した場合には、これを係個というふうに数えるということを意味しています。まあ、例としまして、例えば fx イコール x マイナス2の2乗ですね。これは皆さん見てわかると思いますが、2が重根として現れている。で、この重根は、2重根を2個と数えるわけですね。同じように k 重根は k 個と数えます。そうしますと、この n 次の多項式というのは、ちょうど n 個の重複も込めてちょうど n 個の複数の項を持つということが知られています。で、まあ、このことからですね、A、行列 A の固有値というのは必ず存在して、複素数の範囲でですね、必ず存在して、しかも、その固有値というのは、重複も込めると、A が N 次正方行列だったら、N 個固有値が存在するということも言います。はい、さて、ここからですね、固有値というのが出てきて、今度、固有ベクトルっていうのが出てくるんですけれども、まあ、例えばですね、この α っていうのが A の固有値だったとしましょう。そうすると、次のことが言えます。まず、α は A の固有値ですから、この A の固有多項式に α を代入すると、これは0になるわけですね。これを、この固有多項式の定義で書くと、α 倍の A のマイナス A の行列式が0であるということを、まあ、意味しています。まあ、これ書き換えますと、A マイナス α 倍の EN の行列式が0ではないということを意味するわけですね。で、ここでその行列式が0か0でないかというのと、行列が正則であるかどうかっていうのは同値だっていうことを以前やりましたから、このことから、この行列 a マイナス α 倍の en っていうのは正則でないということが言えます。忘れた人はこの定理 3.16 にありますので確認しておいてください。で、そうしますと、この行列が正則でないということは、この行列 a-αen のランクが n より小さいということが分かります。これは k の 2.12 に書かれています。で、このランクが n より小さいということは、ちょっと連立次方程式の話に戻って思い出すと、この正次連立次方程式、a-αen×v=0 っていう連立次方程式を考えると、
このランクが N より小さいということは、この政治倫理方程式が自明でない解を持つということが分かります。自明でない解というのはゼロベクトルでない解というんですね。そういう解を持つと。で、そうすると何が言えるかっていうと、これ A×V がですね、これ、この式を展開してですね、α×EN×V を移行すると、A×V が α×EN×V、すなわち、V の α 倍に等しいということが分かります。で、これで何が言えるかというとですね、この、今出てきたこの V にですね、行列 A をかけたものが、V の α 倍に等しいという、ちょっと変わった性質を持つベクトル V が見つかったことになるんですね。で、普通は、V にですね、行列をかけると、V の定数倍に等しいとなるなんてことはないんですけれども、たまたまこういう α と V があると、こういう関係式が成り立つということなんです。そこで、この V というのを、まあ、固有値 α に付随する特別なベクトルということで、固有ベクトルと呼びます。で、固有ベクトルの定義は、この教科書111ページですと、定義 4.3 にありますけれども、次のようなものです。A を N 次正方行列として、α を A の固有値とします。で、この時に、A-αEN×V イコール0っていうのを満たす、まあ、非ゼロなベクトルですね。非ゼロなベクトル、ゼロベクトルないベクトルを、この固有値 α に属する、もしくは付随する A の固有ベクトルと呼びます。で、この春学期ではですね、あまり詳しく述べるよりはないと思うんですけれども、この A の、行列 A の固有値は固有ベクトルっていうのが、その線形代数を使ういろいろな問題を解く上で非常に重要な役割を果たします。それは数学でもこれから説明はしていくと思うんですけども、皆さんのそれぞれの専門分野の授業でも説明があると思いますので、まあ、その際そういう話、固有値や固有ベクトルの話に来たら今日の授業を思い出してください。まずはとりあえずこの授業ではその固有値や固有ベクトルを計算できるようにするということを第一の目標にします。ということで、その固有ベクトルの計算例ですね、教科書では112ページの例題 4.5 というところを見てください。A を 2×2 の固有行列とします。で、この時に A の固有値と、それから、その固有値に属する固有ベクトルを1個ずつ求めましょうという例題です。で、まず固有値なんですが、固有値を計算するには、まず、固有多項式を計算するというわけですね。固有多項式はこの定義に従って、x× 単位行列 -a の行列式を計算します。そうしますと、この場合は x乗 -3x というふうに出てくるんですけれども、これは x でくくることができて、x×x-3 というふうになります。ここから、まず固有値は、この a の固有値は0と3というふうに出てきます。で、今度は、この固有値の3に属する固有ベクトルを計算するんですけれども、これは V をですね、こういう V1、V12 というベクトルといって、で、この連立次次方程式ですね、この A-3×E2×V=0 ベクトルの、こういう連立次次方程式の、まあ、自明でない解を1個求めることになります。そこで、このまず A-3 倍の E2 っていうベクトルを簡約階段行列に変形しますと、まあ、こういう形になるんですけれども、こうすると V1-V2=0 という、まあ、関係式が導かれますから、ここで例えば V2 を1と置けば、V1 と V2 は1になりますよと。ということで、解はたくさんあるわけですね。で、まあ、その中で、こういうベクトルの一つは、このような形で1、1というふうに求めることができます。で、次にあとは、固有値0に属する固有ベクトルなんですを求めるんですけども、これはやはり、この連立次次方程式ですね、A-0 倍の E2×V=0 っていう連立次次方程式の、まあ、非自明解を1個求めることにします。で、この場合は A-0 倍の E2 ですから、この行列を簡約階段行列に変形しますと、まあ、こういう形になりまして、で、このことはですね、V1 プラス 2V2 イコール0という関係式を表しますので、まあ、例えば V2 をマイナス2と置けば V1 は1と置けるということで、この場合も、
固有ベクトルがたくさんあるんですけど、まあ、その中の一つを求めるとこれが、1とマイナス2というふうに求まります。ですので基本的な手順としてはまず固有値を求めるために固有多項式を計算して固有多項式の項を求めますと。そうすると固有値が出てくると。で今度は各固有値に対してこういった形でですね連立一次方程式を作って、まあ、その非自明解を1個求めるということで固有ベクトルが求まるというわけです。ですので固有値と固有ベクトルは必ずセットで求めるという点に、注意してください。ある固有ベクトルがなんか別な固有値の固有ベクトルなのかどうかはちょっと状況を見ないと分からないですね。だからある固有値に必ず属する固有ベクトルがあるということです。はい、ここまでよろしいでしょうか。